まあ、2人とも、長江出身ということで、リキさんが先輩になるんですかね。1個上です。1個上のチェ君さん出身が東大阪。東大阪です。どちらでしょう。長瀬です。長瀬出身。ずっと長瀬でってことですか。そうですね、もうずっと長瀬です。生まれた時からずっと長瀬です。君に行きつけのお店とかありますか。 あるんですけどちょっとよろしいかもしれない。いや、そうです。ちょっと教えないバレたくないんで。最高に美味しいお店がいっぱいあるんで東大阪に。リキさん出身はどちらに。この花です。あ、で、長江の時も通われてたって感じなんですか。その時はなんか東大阪の思い出みたいなのあったりしますか。まあ、花園でな、インターバル。そうそう、花園でいっぱい走った思い出。あ、練習で。ここ何メニューなの。なんか近いですもんね。なるほど。な感じだった、高校の時お二人は。もう今と変わんないです。もう友達のような、兄弟のような、よく言えば兄弟のような感じ。お二人では高校時代、まあ、一個上の先輩関係ということだったんですけど、なんかお二人でどっか行かれたりとかあったんですか。まあ、どっか行くってなったら全部試合ですね。休みなかった。休みなかった。絡んでたんで、ね、ここの時代に僕は試合で出たんで、試合で絡むことしかない。特にチェングさんでたら生まれ育った町で試合ということで、しかも特にニグラということですけども、その辺いかがですか。まあでもまあ地元でできるっていう喜びはありますよね、やっぱり。来年もまあ花園でできればなっていうのは。でも花園の一方でラグビーみたいなことだったんで、まあ、それがちょっとこうサッカーも変わってきて嬉しいですけど、はい、嬉しいです。芝はどんな感じでしたか。 いいですね、最高のコンディション整ってますね。あ、チェグンさんはなんか週刊東大阪を見ていただいているということで。毎週見てます。クイズ見ていただいてるんですよ、ね、クイズ見てます。結構クイズは正解はしますか。正解率は 98% ですね。出てる場所で出ると嬉しくもあり、うわ近所やんっていう、なんかちょっとわからない気持ちになってます。